皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはやらないことを決めるということについてお伝えしてみたいと思います。やらないことを決めるっていうのは案外難しくてですね、私も次々に新しいことをやりたいタイプの人なので、その次々にっていうのをやっぱりやってしまうんですよね、どうしても。そうすると結構お仕事の量とかどんどん膨らんでいってしまって、ただどこかでやっぱり時間との兼ね合いで整理しなくちゃいけない時期が来たりとかします。ですのでやらないことを決めるっていうのは結構重要なことで、その時その時のご自身のステージと、あとは処理能力ですね、それによって、今やるべきことなのか先でもいいのかっていうのが、常にその時間とのねバランスっていうものを考えていくことになるので、やらないことを決める方がやりたいことをやってしまうことよりも案外難しい。特に手をかけてやってしまったこととかはなかなか引くことができないので、定期的にですね、お仕事の断捨離っていうのもしていかないといけないと思います。私は転職の経験があるので、その都度自分の知識業務の棚卸し、新しい知識の吸収と、あと当然仕事を変えるということは職場環境も変わるので、人間関係も大概ゼロから作り直しになります。私の場合同じ業界で転職っていうのはほとんどしたことがなくて、その時に、例えばやりたい夢とかが仮にいろいろあったとしますよね。小さい頃っていうのはどれぐらいの子なのかわからないですけれども、例えばそうですね、中学生ぐらいの時かな、世界を飛び回りたいっていうことで、通訳かツアーコンダクターかっていうところでね、単純な動機ですけど、でツアーコンダクターになるって決めて、旅行会社に入ったわけなんですけど、で旅行会社をもちろん経験しているうちに、家っていうものに対しての家のデザインっていうものも、家が狭かったこともあって、建築とインテリアデザインっていうのは昔から興味はあったんですね。あるひとしきり旅行業で、6年ぐらい勤めてこれぐらいまでできるようになったかなって思った時に、建築の方を勉強し始めて、で、インテリアコーディネーターになるっていうことで転職を、旅行業から建築業界の転職とかしてるんですよね。同様にですね、いろいろなこう自分の興味の範疇とそれを叶えられる仕事っていうので、転職をして、ブライダルの業界とかですね、あとはパンの業界とかですね、その変遷とかをしているわけなんですよね。ですからその時々に人との関係とかも一旦リセットされることもあります、その動いていく中において。なのでやらないことを決める時っていうのは、お仕事の整理だけじゃなくて、人とのご縁というか、お友達としてもちろん付き合っていくのは全然構わないんですけど、お仕事として付き合っていくっていうことがなくなる可能性があります。なのでそれもあって、なかなかやらないことを決めるのが難しいって考える女性の方が多いように思います。この時に何を考えなくてはいけないかっていうと、たった一つの軸です。自分はどういう人生を生きたいのかっていう、この一点ですね。でそれによって長く付き合いたい方とは長く付き合った方がいいし、今ここのお付き合いの、中だけで、感謝をしてありがとうっていうことで綺麗にお別れするっていうこともあると思うので、そのあたりが苦手っていう方ももちろん多いのも知っています。ただ物の断捨離もそうなんですけど、仕事の断捨離っていうのもやはり定期的には必要になるので、それをしないと雪だるま式に自分の仕事が膨れてですね、本当にやりたいことができなくなってしまうので、定期的に自分は今何をしたくって、どういう人生の方向に向かっていってるのかっていうのを考えながら進んでいかれるといいかなというふうに思います。それでは